山形、テルサ山形県県民会館山形市民会館は、山形県山形市にある多目的ホールである、JR 山形駅東口付近に位置する。1963年3月、山形市役所向かいに、三浦記念山形商工会館が建設され、市庁舎3階に併設されていた市中央公民館は、商工会館3階に移転することになった。この際、 商工会館に近接して立地する山形県民会館には大ホールやステージも完備していたため従来中央公民館に併設されていたホールやステージは移転後期に廃止されることが決まったこのため自主的文化活動の場を失った市民から市に対し市民会館の設置を望む声が噴出した市はこうした要望を踏まえ1972年に 山形駅前通りの再開発の進展と、山形大学教育学部付属小学校、同附付属中学校の千歳山六に移転した跡地利用について、市の福祉、医療関係の施設を設置する方針を固め、その中核施設として市民会館の建設を決定した。こうして市民会館は着工に至り、1973年7月25日に開館した。 市民会館は山形駅から市近に同じく一致する山形テルサよりは音響面では劣るものの七日町に位置する山形県民会館よりは音響面で勝るため人気が高いホールであるとされる。またキャパシティも1000名を超え比較的安価にホールを借りることができるため音楽演奏会等が数多く開催されている。2005年に市民会館で アスベストが使用されていることが発覚した。同時期に県民会館でもアスベスト使用が発覚したが、同時期に市内の2つのホールを長期間休館にしてしまうと、予定されているイベントをすべてこなすことができなくなる影響を考慮し、はじめに県民会館の改修工事を行い、その後市民会館の改修工事を行った。県民会館のアスベスト除去工事、 大震法教工事は2006年3月31日をもって完了。市民会館の改修工事は2006年8月1日から12月20日に行われ完了した。2010年4月1日から指定管理者制度の導入によって山形市民会館管理運営協同事業体が管理と運営を行っている。ありがとうございます。